きな場所を選びなさい。さっさと終わらせて先に行くわよ。一戦。私に任せなさい。そこね。痛いですよ。これが私。ようやく見つけたわね。二人とも絶対に逃がすんじゃないわよ。はい。よろしくお願いします。私の番ですね。邪魔をしないでください。私たちの勝ちです。レベルアップです。この調子でどんどん強くなるわよ。落とした。これだわ。これが宝玉ですか。よかった。やっと一つ目です。あとは結晶だけですね。早く探してケイさんに届けないと。そいつは無理だな。なぜならてめえらはここでくたばることになるんだからよ。また出てきた。しつこいわね、下っ端のくせに。何回負けても出てくるなんて、下っ端さんは大変なんですね。やっぱりどの業界でも下っ端は労働条件きついんでしょうか。だー登場すんじゃねえ。まあいいさ、そのふざけた口も今日で最後だからな。出番、秘密兵器。さすがに一人じゃ勝てないって分かったみたいね。こんなの連れてくるなんて。時間がもったいないです。女神化して一気に倒します。バーガー、そう何度も同じ手を食らうかよ。あ、何これ。ギアちゃん、どうしたですか。女神化できない。どうして。言ったろ、秘密兵器だってよ。こいつは女神の変身を封じるモンスターなんだよ。さあ、ガキンチョの姿でせいぜいあがいてみな。
まずいわね。コンパ、私たちが前に出るわよ。はいです。ちょっと待った！はあ、誰だ？いいとこで邪魔すんじゃねえよ。可愛い女の子たちになんてひどいことしてるの！その子たちは前々から嫁候補としてずーっと狙ってたんだから、これ以上ひどいことするならこのレッドちゃんが許さないよ。は？あ、なんだあの頭の湧いたガキは。女神様、将来の嫁のため助立ちするね。あなたは。話はこいつを倒してから後からゆっくりね。油断しないようにしないと。私に任せなさい。そこね。ソウルズコンビネーション。いい実験台発見です。私の番だね。できません。だからやるしかないの。何をするんですか。私の番だね。てやっ、やあ、当てるよ。で、やられたいの誰？邪魔よ。ソウルズコンビネーション。患者さんはどこですか？実験台発見です。行きます。邪魔をしないでください。みんなのおかげです。レベルアップ。あのガキ、ただのバカじゃなかったのか。くそ、覚えてやがれ。毎度すがすがしいほどの逃げっぷりね。ありがとうございます。おかげで助かりました。将来の嫁のためだもん。助けて当たり前だよ。それで結局どちら様なんですか？どこかでお会いしたことあったですっけ？ううん、今回が初めてだよ。今回は？あたしはレッドちゃん。嫁を探してゲーム業界を旅してるんだ。そういえば聞いたことがあるわ。嫁を探して旅をしている不思議な女の子がいるっていう噂。ひょっとしてあんたのこと？知ってます。っごい。で、その嫁探しの女の子がどうしてこんなところに？
まあそのおかげで今回は助かったんだけど、いつか絶対女神様を嫁にしようと思って3人がプラネティウヌから出発したって話を聞いて追いかけてきたんだ。でもやっと追いついたと思った時にたまたま偶然大ピンチの女神様を見かけたのだ。え、私？これぞまさに天のおぼし飯、運命の出会い。やっぱり女神様は私の嫁になることは運命だったんだよ。何を言っているのか私にはさっぱり。そうだ、ねえ、私も一緒に連れて行ってよ。私の知らないところで嫁がひどい目に遭うなんて我慢できないからね。私の嫁なんだから私が守る。どうしましょう。まあいいんじゃない、腕は立つみたいだし。お友達が増えるのは大歓迎です。わーい、やったー。じゃあこれからよろしくね、女神様。女神様っていうのはやめてもらえませんか。私まだ候補生だし。だから普通にネプギアって呼んでください。そうだよね、やっぱり嫁は名前で呼ばないとね。じゃあこれからよろしくね、ネプギア。ここに行くんだね。さて、あとは決勝だけど、相変わらず何の手がかりもないのよね。レッド、あんたなんか知らない？うん、知らない。自信満々に言わないでよね。まあ、期待はしてなかったけど。困りましたね。決勝さえ見つかれば、ケイさんから情報がもらえるのに。すまない。聞こえてしまったんだが、君たち結晶を探しているのかい？そうですけど、どちら様ですか？私はこの町の防衛隊の者だ。結晶なら以前仕事で行ったダンジョンで見たことがあるんだけど。本当ですか？教えてください。お願いします。落ち着いて。教えてあげる代わりに一つ頼みたい仕事があるんだけど、どうかな？交換条件ってわけ？なんか嫌なやつの顔を思い出すわね。やります、何でもやります。よかった、助かるよ。それじゃあリビートリゾートってところにいるモンスターを退治してきてもらえないかな？どうにも私たちでは手に負えない相手でね、困っていたんだ。そういう面白そうな仕事なら私たちに任せてよ。すぐに退治してきます。帰ってきたら情報よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼むよ。あんな感じでよろしかったので。うん、少しは疑ってくるかと思ったけど、意外と単純だったね。あるいは、それだけ切羽詰まってるのかな。こんな回りくどいことをせず、素直に教えて差し上げればよろしいのに。一方的な妥協は、フェアなビジネスではないよ。とはいえ、材料がないと困るのは、こちらも同じ。苦肉の策というやつだね。強いて問題点を挙げるなら、あの子にも同じ情報を渡してしまったことかな。
かな。ここに行くんだね。一斉攻撃のチャンスです。私に任せなさい。覚悟なさい。魔女さんはどこですか。レッドちゃんのターンです。私に任せなさい。奇襲成功。本気でいきます。私に任せなさい。もらった。落ちなさい。怪我の治療は任せるです。私の番だね。ないです。くらえ。怪我の治療は任せるです。注射の時間です。この調子でゲームギャップもっともっと強くなるよ。あ、これは何でしょう。隙ありです。私の番ですね。私の番ね。そこね。魔女さんはどこですか。レッドちゃんのターン。やあ、まあ、任せてください。やめてよ。てやラックショーラックもっとレベル。この調子でどんどん強くなるわよ。私に任せなさい。一戦。魔女さんはどこですか。エイです。私の番だね。バイバイ。やったです。くらえ。くらえ。続きでいきます。私にも倒せた。やられたいの誰。レベルアップ。やられたいの誰。一戦。怪我の治療は任せるです。大事でもできたです。やあ、何をするんですか。あ、注射の時間です。誰にしようかな。私。発見。
です。私の番ね。もらった。怪我の治療は任せるです。行くです。この調子。相手の攻撃に備えて。来ないよ。まだまだ。全然効かないようだ。で、やられたいの誰？そこ、弱い。魔女さんはどこですか？私でもできたです。イエイ。あたし、レベルアップで飛んだ。やり？いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。やりました。邪魔よ。次、これはおまけよ。取っておきなさい。もっともっと強くなるよ。油断しすぎよ。私の番ですね。プロセスユニット到着。女神ネプギア、ここに誕生です。ごめんなさい、こうするしかないんです。私に任せなさい。邪魔よ。弱い。悪く。エイです。これが私。私の屍を越えてみるです。ね、でも殺さないでほしいです。聞くことだけはできません。だからやるしかないの。それでもレベルアップ。